はい、じゃあ続き3番低音変化についての話をしていこうと思います。よいしょ。低音変化っていうのは文字の通り温度が一定、温度一定なので、まあ同じようにやってみますね。外から9だけ張りました。よいしょ。9だけ張りました。中でこんだけエネルギーが変わりました。外でこんだけ仕事をしました。温度が一定なので、つうことは ΔT 温度の変化が一定だ、温度の変化がないってことだ。ってことは内部エネルギーの変化がないってこと。よいしょ、伸びた。内部エネルギー U の変化はありません。なので第一法則から、第一法則から入った分だけそのまま仕事をしちゃいます。要は垂れ流しですね。で、じゃあ困ったの。別にこのそれこそこれが使えるわけじゃないですね。これがとか CPT とか使えるわけじゃない。デルタとかなくてもいいからさ、困ったな。そういう時にはなんだろうな、科学で習ったかな、ボールシャルの法則っていうのを使ってほしい。ボイルシャルルの法則より、あ、 T がないからボイルの法則かな。体積、あ、嘘、圧力かける体積、これは一定ですよ。PV グラフでこうやって BEV ってやって、こうなるのかやる、グラフの顔、こうやって P に対してこうだからなんだよな。これっていうのは比例っていうの、 V の逆数に比例っていうことは、まあ P と V は逆、反比例の関係なんですね。つうことがこの線で温度が一定。ちなみにこっちに行くたびに温度っていうのは低くなるな。こっちに行くたび温度は高くなる。え？じゃあ次、こっち。断熱変化です。同じようにやっていくね。9だけ入っていく。中の内部エネルギーが U だけ上がります。外へ W だけ仕事をします。さあ、断熱ってどういう意味か。断熱ってどういう意味だっけな。熱を遮断するって意味だ。熱を遮断の遮の字がわからん。遮断するって。よく教科書では熱の出入りがないなんていう言葉で書かれるけど、つまりはこいつがないんだ。9が0。第一法則から、第一法則から、まあ図的に、図っていうか式的に言えばこうなのかな。こういうことですね。
で、断熱変化のなんかアイデンティティと一致意識が一つあってさ、これは高校の範囲で習わないんだけど、問題には絶対書いてることが、赤い学校がね。でもね、教科書に書いてあると思うけど、まあ問題にもよくあると思う。これ何だろう、これん、ここには、ここには何もないのに、何ですかこれ。これを、ポアソンの式と言います。ポアソンの式って言って、これガンマなんだけど、ギリシャ数字、ギリシャ文字書くのは試作数で、これは CV 分の CP のことを言います。なんでかっていうのは、大学1年生で習うんだけど、微分方程式を解かなきゃいけないから、それはちょっと相田先生に、ね、お願いしようかね。まあまあそれはいいとして、これは単原子分子では、これは3分の5です。大丈夫、これはね問題に書いてあるから別に覚えなくていいんだけど、頭の隅っこには置いといて、これが一定になりますっていうのが断熱変化の特徴。 OK、 まあわかるな、そのわかるよなっつうのは、あ、これ消したの、なんで消したんだろう、ごめんね、ここに書いてる、ここに、あ、ごめんごめん、書いてる、CP 分の CV、 あ、そう、逆、あ、ダメだ、逆CV 分の CP だね、ごめんね、 CV 分の CP で、単原子分子の場合は3分の5と、ね、なんか熱っていうのは気体の運動エネルギーのことだな。こうやってぶつかってくると同時にこいつがフンって入っちゃうと、フンって入っちゃうと、このピストンが入っちゃうと、それは増えるんだ、運動エネルギー増えるんだから、押せば高くなるんだな、温度が。逆にぶつかると同時にこっちに引いてやるの、するとさ、まあ、弱くなるよな、だから温度が低くなる。 OK、 断熱変化で押せば温度が高くなるし、引けば温度が低くなる。大丈夫だよな。 OK、 よし、もう一つ5番、真空膨張。これだとね、とっつきにくい人がいるのかなと。なんだけど、5番、真空膨張、棒の字って難しいんだよな、真空膨張。ね、こういうなんか鉄あるみたいなやつに片方、まず、ああ、片方を空気を充填させる。ここにね、コクがあって、ん？あ、つまみみたいなのがあって、これをピュンとすると、まあ全部に充満するな。これね、断熱変化。これ断熱材で包まれたっていうのが、よかった。これは断熱変化の一つなんだけど、断熱変化っつったら、今言ってくれたこれ使えるんじゃないかなと思うけど、使えない。なんでかっていうと、開いてる間に全部がこの容器に対して空気が均一になってないんだ。開いてる。均一になるときのみ、この式は有効。じゃあどうすりゃいいんだ？ここメモった？ですね。まあまあまあ、おとなしくやっていこうよ。大スポーツにのっとってやってみる。9は
ないな。 W はって何が分かる？ここの内部だけのお話であって、この外の世界には何も仕事じゃないでしょ。こっちだったらさ、外の世界に対してこのピストンが動いてるからこれができるわけであって、この外に対しては仕事はしない。することはこれはゼロだな。つまり温度の変化もないですよ。なんだそんなことか。これもボイル・シャルの法則を使う。ボイル・シャルの法則より、なんつかな、例えばこれが V、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 どっちも体積 V だとしよう。ってすると、まあ温度は一定だから同じように、PO、V。イコール V ロイコール P 変化後だから1にしようか。で体積が 2VO になったから変化後の圧力は2分の 1VO ですよ。おお違う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 2分の 1PO ですよ。まあなんだろう、これと4番の断熱変化っていうのは結構あれつまずく人がいるかもしれないけど、言ってることは簡単だから、ね、ビビらずに頑張ってくださいね。じゃあ次はね、あそう PV グラフ、今言ったけど PV グラフの、まあ、ちょっとしたお話をしようかなと思っております。それでは次行こう。